マガグラカッピーです。左ひねれ書いてます。今日はですね、リーボックと左ひねれがコラボっていうことで、左ひねれはそのルーシーもエレンもリーボックのポンプフューリーを履いてます。当然無許可で履いてたんですけど、まあ、この度晴れて、公式にコラボ、まあ、ポンプフューリーこれですね。で、今回コラボするモデルがポンプフューリーの95っていう、インスタポンプフューリーの95なんですけど、これのサックスが、まあ、結構渋い感じの水色なんですけど、それが今回エレン着用モデルっていうことで、漫画にも書き下ろし漫画でも登場させたという感じでございます。で、今日は原宿のフラグシップストアにすごいものがあると聞いたので、はい、見に行きます。でその前にちょっと ABC マートを寄って、ABC マートさんでもなんか全国の ABC マートとかいろんな流通さんで結構ポップアップとかバンバンビジュアル使ってくれてるらしくて、で特にそこのなんか原宿の ABC マートさんがすっごいいい感じにやってくれてると聞いたので、ちょっとちらっと盗撮してこようと思います。店の外だったらいいね。めちゃくちゃ暑い。めっちゃ暑いっす。ここでボッテガのイベントやって、貼り付けのやつ。なんか女性がここに貼り付けられて、何それっていうやつやった。それはそれで何それ。そういうなんか、それは知らん。アートみたいな。ハットストリートあんま来ないよね。確かに。今日の T シャツはイラストレーターの稲毛さんが描いてくれたやつ、はいはい、コロナチャリティーで作って。めっちゃおしゃれなルーシーね。あれだよね、Eボックさん向けになんか動画も撮んなきゃいけないんだよね、はい、そうっすね。何に使うんだっけ。なんか EC サイトとかに載るって言ってました。自撮りで、自撮りで、自撮りでしょ。自撮り縦長、自撮りの意味ある。自撮りで、俺の自撮りが EC サイトに載るってこととか、サイトになんか載るって聞いてますけど。なんか結構地味にやだ。割となんかいろんな仕事してきたけど、はい、結構やだね、それ。結構やんす。案件始まる前にリーボックさんの言うことは何でもやれますって言っちゃったからやるけど。あ、でかいね。うんうんうん、あ、よかった、いい感じだわ。ここだけ解像度高く容赦がね。そうですね。一番目の高さだから、はい、ここだけちゃんと解像度高いので納品して、後で合体させてもらってるっていう。でこの辺は結構ジャギってる、うん、っていう元デザイナーの配慮、はい。やっぱ普通にかっこいいよね。かっこいいっすね。そんで缶バッジとステッカーがもらえるんですって、うん、ぜひ。はい、これが缶バッジです。いいじゃん。こっちもいいよね。こっちがこっちの方が多分手が出やすい。これもなんか、これはこれでいいよね。うん、裏か、裏がね、エレン。ちょうど2階から見える位置に顔を置いたの。うん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 。あ、めっちゃ可愛くないですか。これ、これ思って来てきたけど、これよく考えたら無許可だからね。無許可だから。でも可愛い。可愛い。これ、あ、なんかチームサウスと
書いてある。すごい。ルーシーなんだ。あ、でもほら、今後は何やっても良くなります。聞いた、聞いた。今後は何やっても良くなったって。ここになんか、なんか、リーボスの言いたくないです。あ、マジで。やった。ファッションスナップの、あの写真とかかっこよかったですね、夜の写真で。ビューティーショットね。うん。今回はね、イニシャルさんって PR の方あれですね、一緒に行きましたけど、本田さんが涙出るほどファンだから、本当にすっごいファンで、マジですか。だから普段やらないことをいっぱいやって、なんか熱く PR。P さんもそうなんですけど、本田さんはもう PR 上でもそんな普段やらないことをいろんなところに一軒ずつアプローチしたりとかしてくれてて、いやすげえ、いやだってあの結構取り上げられててびっくりしました。すごいなって。やっぱ PR マンのその熱意でよるんですよね。そうですね、取り上げてもらえるかってね。本当に愛情感じました、うん、本当にあのこんなに記事いっぱい出てると思って、多分あれがね聞いてるんです。1週間前からそれを近づいてるんで、あ、やっぱね熱意を、準備と熱意だから PR は。普段こんな書かないかんね。誰のまで言ってるよなと思って。でも逆になんかその書きすぎてちょっと削ったりして、あのなんかあんまりにも書きすぎるとちょっとあのなんか気持ち悪さが出てる。だったら写真でいいじゃんみたいな感じになってるから、ちょっとわざと線荒くする。なるほど。初めてこんなあの絵のタッチまで考えるの。すげえ書き込んでるなとはめちゃくちゃ思ってたんだ。すげえ書いた。でっかいよね。渋谷はもうこの大きさです。あ、行かなきゃな。2階と1階。行かなきゃ。だったらもうちょっとちゃんと書いた方がいい。もうちょっとちゃんと書いた方が良かったかもしれない。すごい。ここにも。動画で覚えてます。ツイッター見てそこ大学から。大学から勉強してください。ポンプフィーリーってあのこれが94っていう、まあ、こっちの方が多分有名。みんな知ってるのはこっちで、この大きくはここは違います。で95はあの。初めての復刻ですよね、確かね。今まで何回も何回も出てたポンプフューリー、インスタポンプフューリーって呼ばれてるのはこっちなんだけど、実は翌年に出てるこのデザインが結構違う95年版もあって、それが今まで復刻されなかったから知らなかったっていう。大きくはここは違うけど、よくよく比べると結構そのつま先の部分とかなんかいろんなところでちょっとフォルムが違うんで、だから なんか全体的にちょっとシュッとしてる、うん、だから結構好きです。95でしかもあのその当時出てたカラーリングなんで、初めて履くにしてはいいかなって、あ、買ったみたいですね。大学から来たそうです。あそこを自宅にしました。ここ大きくお願いできますか。はい、もっとおしゃれしてくれないか。めちゃめちゃ悩ましいんですけど。はい、ありがとうございます。あげました。あ、じゃあ2人で。あ、すみません。ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。いただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ません。ありがとうございます。すみません、カボにした。いやいや。ガッツリ。みんなで。エヴァみたいな感じ。大当たり。大当たりだ。ビームズのコラボがすごいっすよね。そうなんです。これ、あの、うちの社員、パーフェクトだった。こんなん見たことないもん。めっちゃ可愛いんですよ。これパオンが取れて、中もビームズの柄が。そんなん見たことないよ。うん、三色買いしてます。三色買い。イムズ知ってる？イムズ。いやわかんないです。あのおしゃいげソムリエおしゃぽんにも出てきます。ああのあれですか？イムズシェアとか。あイムズや。そう。あのイムズ。あマジですか？この名作の椅子を靴にした元にした靴。でこれもそう。これもあのよくなんかさ、はいはい、おしゃれなカフェとかに置いてあるこの椅子の。のモデル。で名前も入ってます。そう、イムズ。これ一番大きいやつです。ちょっと下についてるの可愛い。うん。ちょっと待って、やった。気に入りました。だぜ。お誕生日。あ、そう。おめでとうございます。ありがとうございます。37歳。37歳。感慨深いな。感慨深いな。もうこれで帰ろうかな逆に。可愛い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 。それでね、先生に、はい、あの誕生日プレゼントをと思ったんですけど、はい、そんな売ってるものは喜ばないかなと思って、え？なんすか？あの倉庫の中をいろいろ探して、もう今は売っていない、マジスニーカー本にいたしました。やば、あ、ありがとうございます。やった。やった、ありがとうございます。やば、はい、また書いていただきたい、これ見て資料だ、資料、はい、またね、あのちゃんと書いていただけるようにやべえ。スニーカー好きしか喜ばないものなんですね。いや、もうめちゃくちゃ今開けたいですもんね。すげえ、これ本当に、え、これ販売してた本ですか？販売はしてなかった、販売はしてなかったですね。本当にあれだ。はい、アーカイブブックとして。一部のセレブというか、顧客の方と店舗用とかに。はい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 。一部のセレブ。選ばれしセレブしか。え、これ写して大丈夫？あ、全部大丈夫。こういう風に。はい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 。あ、これはちょっとずっと見れるわ。ずっと見れるわな。奥様プレゼント。マジですか。はい。あのお揃いで履いてください。ありがとうございます。やっと。別次さんの。ありがとうございます本当に。よかったな。いやマジで頑張ってよかったな。ありがとうございます。マネージャーやつで一番良かったね。ここで。なんだぜ。たくさんの誕生日プレゼント。嬉しい。でも言うもんだね、誕生日なんですって。そんな感じであの店頭でやっと見れてよかったです。なんか、まあ、ずっと無許可でね、あの漫画に登場させたんで、今回公式コラボということでやっと怒られる心配がなくなったのでよかったなと思っております。結構 見応えあるというか、なんかその、まあ、どうせ買うなら原宿フラッグシップストアいかがでしょうか。エレンも見れるので、巨大化したエレン作者がね、これでいじっちゃダメだよね。まあこれからもあの左引きのエレンの進撃は続くので、よかったら楽しみにしててください。というような感じで今回はこれで終わりたいと思います。ちょっと暑すぎてちょっと何も話せなくなってきたので、まあいろいろコラボとかね、今後もあの進んでるものもあったりしますんで、でもやっぱ今回ずっとその漫画に出てたね、アイテムとコラボっていうことで、それはやっぱ感慨ひとしおですね。まあ次はね、いつかオリジナルスニーカーを作るのが夢なんで、あのちょっとデザイン、スニーカーのデザインとかめちゃくちゃやりたいんで、
まあ、きっとリーボックの方々この動画を見ると思うんで、あ、カッピーはスニーカーのデザインに興味あるんだっていうのだけ覚えて帰ってもらえると、嬉しいです。はい、じゃあそんな感じでまた、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様です。